あれ、1分早く始めちゃったおはようございます。なんか普通に1分早く始めちゃったよ、ごめんなさい。あ、もう8時になっちゃうと思って急いでボタンを押したのにおはよう。みんな、おはようございます。おはよう、みんなおはよう。待ってね、あれ、これだけ長いの、やっとこうかな。おはようございます。毎日時間使いし、いや本当はね、夜やろうかなと思ってたんですけど、ちょっと夜のんびりしようかなと思ったので、今日は朝にしました。そうなんだ、朝長めです多分配信。はい、 OK、ゆっくり寝る、いや、ゆっくり寝たつもりだったんですけど、起きたの6時半でびっくりしました。してくれと思いつつ、まあなんか、まあそうね、一回か、あの、完全に覚醒すると寝れない女なので、まあ潔く起きました起きました、諦めました、寝るのは。本当に困った体質だよ。とんかつ食べたいえ、急にってね、とんかつ食べたい、めっちゃとんかつ食べたい。なんだろう、急に今ふと思った、とんかつ。そう、お母ちゃんにお願いしよう、おいしいとこ連れてってまあそんな感じでね、配信します。覚醒しちゃった、ね、さっき、ね、ネイルがねボロボロになったから撮ったんですよ。もうなんかさ、厚塗りしてたじゃん、すごい。だから厚塗りするとさ、逆に下から剥がれてくるという、なんかまさかの事態が起きちゃって、そう、朝からとんかつ、いや、朝から、うん、朝からとんかつは食べないですよ。頼むっていうのは、その美味しいお店に連れてってもらうのを頼むってことね。朝からとんかつは食べません、さすがに。本当に太る、それはやばい。そうだから、ひかの今日の朝ごはんはヨーグルトと、あ、なんかクッキーみたいな、クッキーだね、クッキー、なんかこんな感じの2枚と、あとゆで卵みたいな、味玉だ、味玉を食べました。なんかそれでお腹いっぱい昨日の夜ね、なんか珍しくご飯食べたら、割とその朝めっちゃお腹空いてるってこともなかったんで、
朝からとんかつは食べれないわけではないです。まあそれはもう本当に人によるんで、食べれなんかちょっと胃が弱いからとか、朝から重たいも無理だなっていう人はもちろんいますけど、そう、ひかは比較的何でもいける女なんで、はい、私はいけます。でもね、朝からちょっとね、そこまでがっつり食べちゃうと本当にちょっと太っちゃうな、うん、っていうものがあるので食べませんそう、そっちの心配、ひかは。朝ごはんはいっぱい食べてもいいのでは。で、まあ確かに、まあそれはそうだと思います。朝ごはんは、まあ、それなりにちゃんと食べないとね、体力つかないですから、一日のエネルギーですから。でもね、朝からね、そんなね、がっつり食べちゃうと、まあ私が考えにもう血糖値がめちゃめちゃ上がるらしいんですよ。そう、血糖値上がる、急激に上がるとそれはもう太るになる、なっちゃうんですって。だからやっぱりがっつり食べていいからって言って、その油もんガツガツ食べるとかではなくて、やっぱり、ね、食事内容を考えなきゃいけないんです食事内容は考えなきゃいけないんですよ。そう、例えばヨーグルトを初めに食べて、サラダを食べてとか、そう、なんかね、そう、そういうのはね、お昼がいいんですよ。そう、がっつりなんかその油もん食べたいとか、パスタ食べたいとかいうときはお昼がいいらしいです。そう、そうなんですよ。難しいよね、人間の体って。だから、うん、まあ実際ね、私もなんか朝ごはんがっつり食べすぎると、うん、ね、なんかあれなんで、気分的に気分的にあれなので食べないですね。どんな気分だよってね。そう、やっぱり気にするんですよ。なんかできるところはやっぱりさ、改善したいじゃん。そう、だって揚げ物朝食べないくらいはさ、揚げ物とか なるべくだよ、食べないわけではないけど、なるべく朝がっつりしたものはちょっと控えようっていうのはさ、なんか誰でもって言うとあれだけど、なんかまあやろうと思えばさ、ハードル低い、全然できることだからさ、あ、なんかじゃあ朝ごはんに食べれなかった分をお昼に回そうみたいな風に思っとけばさなんでもなんか楽だし、はよーん。お腹空いてないから食べなくていいのに食べたくなる自分を直して、あー、わかりますよ。でもひかも割とそう、ひかはもともとね、食べるの大好きなので、お腹空いてなくても食べたいなってなります。食べたいものがあれば本当に、あ、食べようかなってなっちゃう。そう、いや本当にそれはひかも結構困ってて、お腹空いてないならさ食べなければいいのにさ、なんかやっぱり一食分逃しちゃうと思っちゃうんだろうねそう、あれ、え、一食分あの食べたいものがね、ちょっと逃げてっちゃうみたいな、逃しちゃうよってなっちゃうから、食べちゃいたいんですよねて
から後悔するの。もちろんそういう日もありますよ。あ、今日食べ過ぎちゃったなとか、そう、もう顔むくんじゃったなとかありますよ。それはね、人間ですもの。そう、でも本当は後悔 しない方がいいんだって。あ、よし、今日はもうお腹いっぱい食べたからもう満足、超ハッピー。そう、やっぱり食べてる時ってハッピーじゃないですか。そう、超ハッピーと思って、で、じゃあ明日からちょっと運動多めにしよう、明日からちょっと食事をなんか野菜多めにしようと言ってやるといいらしいけどね。まあなかなかそういう風にはいかないですよね。そう、やっぱり罪悪感ってつきものなんですそう、なんかしか後悔することなんてしょっちゅうあります。あー、なんか食べるもん間違えたなとかそう、ヒカは割となんかレッスン終わりとかなんかがあのお腹すきす、まあレッスン終わりって結構お腹すくから、あー、なんかもうどうしてもお腹すいたって結構がっつり食べちゃう時とかもあるので、そう、何も考えず揚げ物食べてとか、そう夜にねやっちゃったりすると結構後悔しますね。そうで、だからそういう時はホテル、まあ大体ホテルなんですけど、そういう時、そういう時はホテルでなんかちょっと筋トレしたり軽く動いて、寝る前にね動いて、なんかちょっとだけちょっとでも消化しようと思いつつ、そうで明日はなんか食事直そうとかさ、レッスンあるんならよし、レッスンでめっちゃ動くぞみたいなね、音がある。ギフトありがとうございます。なんかそういう時に明日レッスンがないってなった時のちょっとショックさあれ、明日もしかして動けないみたいな明日レッスンないのか、え、どうしようってなる。うん、違う違う おはよう、お仕事行ってらっしゃい。消化しようと動いて余計にお腹減りそう。それはまあもうそこはもう我慢するしかなくないですか。だって毎日お腹空いたからおがっつり食べちゃおうってやってると本当にそうそう本当に太っちゃうね。うん、まあもともとね太ってた人からなんかやっぱりあんまりね太るのは良くないかなと思うのでとか言うのはあれですけど、やっぱりねそうあんまりねやっぱりアイドルだからさかなって。まあ、ヒカは自分のね好きな体型でいれればいいと思うんですけど、やっぱりそれを見てねうわーっていう人もいるじゃないですか。ヒカ実際言われましたし、太った時に。そうなのでね、結局のところ我慢が大事、結局のところ我慢がじゃなくて我慢も大事ね。もねがとは言ってない。それだってずっと我慢しろって無理じゃないですか。うん、いや別にそれで自分がそれでもいいっていうならそれはいいと思いますよ。そう別にヒカはそれでいいと思うけど、でもなんかこういう風になりたいとかいう目標があって頑張ってるならば多少の我慢は必要ですよ。社会に入ってもそうでしょ社会に入ったらそうでしょ。我慢は何にもつきものです。ダイエットもそうだし、仕事するにもそうだし、
見えるところに食べ物があると食べちゃう。え、ちょっとわかるんだよね。なんかね、そういう時ね、ひかね、隠しちゃいます。努力も必要、そう、努力はやっぱり必要ですよ。憧れの人がいてこんな風になりたい、痩せたいなって思うなら、やっぱりね、多少なりとも努力は必要だと思います。ひかはお菓子とかあったら片付けちゃいます。目の前のパパパって片付けて、そう、お菓子ボックスがあるのでその中に入れちゃいます。で、なるべくね、なんか個包装の買うようにしてるねそう、なるべく個包装の、うん、なんか大袋だとひかやっぱり食べちゃうんですよ。ポテチとか結構袋大きいじゃないですか。一回開けたら閉めるの嫌なんで全部食べちゃうから、なるべく個包装のクッキーとか、まあクッキーとか、そうね、なんか付着できるようなやつを買って食べるね。よし、もう食べないっていう、そう、これでラスト1枚、もうあとはもう食べないそう、頑張って決意を固くして、まあそれでもね、食べちゃうときは食べちゃうんです、私も。うん、いや、しかもね、片付けてもまた出してくることありますよ。だってそりゃお菓子も食べないと賞味期限切れちゃうからねそう、しかもね、結構あ、食べたいなと思った時はめっちゃがっつりお菓子食べる時あります。いや、もう、あ、今日はもうめっちゃお菓子食ってるなって思いながら食べるあ、今日もうお菓子食べてるし、あ、もう、あーあーああみたいなそう、時あります、あります。うん、カッパエビセンだ。そう、うん、まあね、だからそういうのは、だからヒカも全部が全部なんかうまくいってるわけじゃないです。ヒカも痩せたいなとか、体引き締めたいなと思ってジム行ったり、ご飯をね、ちょっと内容見直してみたりとか結構するけど、うん、なんか普通にやっぱり戻ったりもしますよそう、お菓子食べ過ぎちゃって戻っちゃったとか、まあいわゆるリバウンドみたいなことですよね。そうは多少あります、やっぱりあるし、そうね、なかなか体重減らなくてみたいなこともある。やっぱりなんかその停滞期とかあるんですよね、に入ると本当にイライラする本当にイライラするし、だんだんね、ダイエットやってる意味が分かんなくなってくるの。減らないの、え、何のために私は今頑張ってるんだろうなって、結局ちょっと食べちゃうみたいなね、っていう時もありますよ本当になんか、まあ後々本当に後悔するんですけど、私は何をバカなことをやっているんだろう、あそこで食べなければもしかしたら明日には体重が減っていたかもしれないのにってね、思います思いますよ。うん、そうやって生きている。個人的には太ってても痩せてても光るの大好きよ、ありがとう。いや、なんかね、お母ちゃんもね、どっちかって言ったらね、丸い方が好きって言うんだよね。ヒカはもうちょっと丸い方が好きだな、そう、そう、もうちょっと丸くても全然可愛いと思うって言ってくるの、お母ちゃんね。そう、丸くても好きよって言ってくるからそう、多分お母ちゃんはね、本当に多分細いよりちょっと丸い方が好きなんだろうねそう、うん、ねそう、なんかちょっと不思議な感じするんですけど、まあヒカはね、いつもそれ言われても、いや、ヒカは太ってる自分は自分が好きになれないからって言って頑張るんですけど、そう、もうなんかね、太ってる自分を好きになれないんです、私。
丸い自分、まあだから理想が高いんでしょうね、自分への変なところ。そう、私は多分自分に求めることが大きすぎてそう、太ってる自分はだからどうやっても好きになれなかった。今はなんかめっちゃ太ってるってことはないと思います。まあそれなりに落としましたし、体重とかも。そう、そう痩せるとそう自分に自信がつく。やっぱりお洋服も堂々と着れるし、何も気にせずお洋服着れるし、そう理想、まあなんか入った当初の頃よりまあちょいまだあるくらいでいいかなと思ってる。そうひか入った当初は割となんか入った当初からほぼほぼね、あの体重変わってない、体重変わってないじゃなくて身長変わってないんで体重は変わりました身長は本当にあんまり言うて1センチあるかないかぐらいしか変わってないので、まあなんかまあでもねやっぱり年齢とか高校生になったらねやっぱりちょっと肉付きが良くなるとかも言いますし、そうだからなんか入った当初のまま痛い、そうまで戻すっていうのは求めてないです。まあ本当はそこまでいけたらベストだけど、そう中学生だったからまあね運動もしてましたし、そう引き締まってたからまあそこまではいかなくてもいいけど、まあそのくらいに戻ったらいいなっていうのが今の私の理想ですね。そう高校生になったら一気になんかあの太っちゃうじゃないですか、なんか太りやすくなる時期じゃないですか。そうやっぱりなんか体もね大人に成長してってっていうことが起きるから、そうだから私はえでも体重とかもいいんです、ウエストよね、ウエストウエストよね、何センチあったのか知らないけどそう入った当初ウエスト何センチあったのかは知らないけど、まあ、その頃くらい、その頃よりまあちょいあるくらい、ね、でなんかお腹筋トレして筋肉つけてってできたらいいなってね。ね痩せた頃に戻りたいって思うよね。しかも何回もっとくとか。だってねえ、ねえ本当に大変ですよね。本当に大変だった。ギフトありがとうございます。あう危ない。いや危ないではない、アウトだアウトだったけどまあまあまあ大丈夫だ。おはよう。ヒカルの成長はもう止まってます。あとはもう脂肪とかがつくだけです。あ、まあ身長は多少伸びてるかもね、本当に地味に地味に。もう言って1センチ2センチしか、1センチ、まあ、もしく良ければ2センチしか伸びてないし。あ、お仕事行ってらっしゃい。休養前のあの細さに戻ることはもう一生ないと思います。あれは病的に細いんでねもう病的っていうか病気よね。そう、それは多分ないと思う。まあしかもね、思うとしか言えないけど、それは実際あれはね、なんかまあしかもそう、まあ実際まあ多分何があったか、どういうことが起きてるか分かってる人もきっといると思うんですけど、あこれだったんだろうなみたいな人もいると思うんですけど、あれはね本当に止められるもんではないので、そうまあならないなっ
ならないと思うなとは言っても、本当にそう気持ち的な問題なので、どうしたらいいかは分からないそうどうしたらいいかは分からない、私もそうならないようには頑張るけどね。私の性格上でも本当にストイックさが出ちゃうとあれなので、おはよう、とんかつ食べたい。あー待った、ちょっとお母ちゃんにとんかつ食べたいって今連絡していい？どういう反応来るか既読ついた。とんかつ、いや、ひかはね、塩が好き。あ、オッケーやってえ、いいの？オッケーっていうのはどういうことだろう。連れてってくれるってこと？いつ？そう、なんか美味しいお店のところはなんか塩とか、あとはなんかすり、あ、ごますってみたいなとやつもあるんですよね。美味しいんですよ。美味しいお店ある。金沢美味しいお店ありますよ。東京だったらもう本当に山ほどあると思います。東京のは行ったことないけど。やった、いいよ、だってそう、どこ行きたいか考えといてねって言われた。そうで、ここか、ここがいいって言ったらいいよって。ありがとう、お母ちゃん。うん、ねえ、とんかつって美味しいですよね。なんかさ、なんだろうね、家では絶対再現できないあの感じ。いやだってさ、家でやったらさ、本当になんかちょっとやっぱりお肉が硬くなっちゃってとか、そうちょっと子供だって衣がちょっとしなっとしちゃったとか、ちょっと油が多いなとかさ、あるじゃん。もう絶妙じゃん、揚げ加減。最高ですよね。だからなんかもうあれなんでしょうね、なんか決めてるんでしょうね、なんかもう何分揚げるみたいな。そうそういうこと、それなんかやっぱり何分揚げるとかによって、もうなんかお肉がね柔らかく仕上がるよみたいな。やっぱり家で作るときってさ、生なのが一番怖いじゃないですか。そうだからやっぱりしっかりめに揚げてっていうことを家では結構するんですよ。揚げ物はもうちょっと低めの温度でしっかり揚げるっていうのをするので、まあやっぱり違うよね。そう、衣とかも多分生パン粉とか使ってるんだろうな、サックサクの。そう、揚げすぎちゃう。カキフライとカニクリームコロッケ付きで、ひかね、カニクリームコロッケがいいな。カキフライはね、なんか最近食べた気がしてるそう、ちょっと楽しみ。いや本当に超楽しみだわ。おはよう。でもなんかいつ行くかが問題。そう、いつ行こうね。
買ってレモンがついたらかける。なんかお店でついてたらかけるかも。まあ、家ではねまずついてることがないので、まあ、かけたいなとは思わないけど、お店でついてたら、あ、なんかおすすめみたいな、とんかつにだよ、なんかそのキャベツにとかじゃなくてとんかつに本当についてきたら、あ、おすすめなのかなと思ってかけちゃうかも。メンチカツとか肉巻きもそそるんで、そう、そそられるんですけど、でもやっぱりひかはとんかつなんだよね。なんか迷うんです、いつも迷うんですけど、そういう時はお母ちゃんと一緒に行って、そういう時はなんかお母ちゃんがちょっと違うやつ頼んで、ひかが普通のとんかつ頼んで、なんかシェアするみたいな感じでいつも食べるね。そうだ、だから大体違うのを頼みます、お母ちゃんとは。おはよう。キャベツとかおかわり無料ならおかわりする？しないです。キャベツもともと千切りキャベツ特別得意ではないので、むしろちょっと苦手の部類に入るので、あんまりあんまりだね。そう、シェアします。そう、シェアはさ本当に一人で行くとできないから、そういうのがいいよね。あとは美味しいねって言いながらね食べて。とんかつ定食、カツ丼どちらにしますか？とんかつ定食、まあなんか定食なのか分かんないけど、カツ丼食べたことないので結構驚かれるんですけど、言うとこれを、なんかひかは衣がサクサクなのが好きなので、あの今だったら食べるけど、昔なんか本当に衣ふにゃふにゃとか許せないっていうタイプだったんです。だからなんかお父ちゃんとかはね結構とんか、あのカツ丼っていうか、まあ、カツ煮とか大好きだったんですけど、そう、ひかそういうのとの時は、あのひかののはカツ丼にしないでって言って別々で食べてました。そう、だからソースとかもかけるとしなしなになっちゃうじゃん衣。それも嫌だったから、それすらもしなかったね。もう何もかけない、とんかつの味をそのまま楽しむみたいな人でしたそう、今はなんかそのソースを別皿に取ってつけて食べるみたいな感じ。おはよう。そう、食べたことないです。だからまあそれは結構食べたことないものありますよ。うん、しかもともとあんまりなんか食わず嫌いというかの、そう、今はそうでもないんですけど、昔はねちょっと食わず嫌いがひどかったので、そう、その名残が出てる時ありますよ、未だに。そう、たくさん好き、え、本当にめっちゃ好き嫌いありました。昔なんか本当に夜ご飯とかも、まあ家はね結構、あ、ウニは好きです。昔は嫌いだったけど、食わず嫌いしてましたけど、そう、だから昔あの家、ひかの家、まあ昔、今はそうでもないんですけど、やっぱりご飯はなんかちゃんと残さず食べなさいっていう家だったんです。まあ当たり前なんですけど、結構そう、だから食べ終わるまではずっと席にいなきゃいけないんです、正座して。そう、ご飯食べなきゃいけないんですけど、そう、だからもう結構嫌いなもん出るんです、出るから食べれなくて、ずっといたもん、ずっと座ってたもん、テレビ見ながら、はあ、食べれない、嫌いだな、嫌だなって思いながらいました。そう、大人になるとね、なんか嫌いなもの減ってきますよね。うん、なんか食の好みが変わるのは本当そうだと思う。お母ちゃんも言ってた、なんか昔と比べたら結構変わったって。ひかも実際もうあの18、今18ですけど、結構自分の好み変わったなと思いますもん。渋いなと思うもん。
口に入れてペはもう行儀悪い以外の何者でもないから、さすがにしません。それは本当にマナー違反てか、作ってくれた人に悪いわそれは。桃梅じゃないからさ。でもトウモロコシだけは今でも食べれない。あ、でもありますよ、そういうものはあります。多分絶対もうこれは一生好きにはなれないなっていうものもあります。渋い、例えば、カレーの煮付けとか、まあ、焼き鳥は絶対塩だとか、あと何、あとひかね、砂肝とかね、あのもつ煮とか大好きですね。なんかそういうのを言うと渋いね。そう、お魚大好き、焼き魚とかも大好き、まあ、もちろんね、がっつりしたものも大好きですよ。普通に焼肉、寿司、パスタ大好きですよ普通に。そう、でも結構食べるものは渋いって言われますね。いや、もうなんかもはやおつまみじゃんみたいなことを言われる時もあります。うん、なんか他にも全然好きなものはあるけど、やっぱりそういうのも好きですね、大好き。だから早くお酒飲めるようになりたくって、お母ちゃんと一緒にね、居酒屋に行ってご飯を食べたい。そう、お酒飲みながらゆっくり話して、あ、大きくなったね、しかももうお酒飲めるような年になっちゃってねっていう話をしたいんです私は。だから早く二十歳になって、お願いお願いします、二十歳になって、あと1年半くらい、1年半とちょっとか。酒飲みの素質ある、わかんないよ、それはもう飲んでみなきゃわかんない。まあなんかお父ちゃんとお母ちゃんは弱い人ではないです、むしろどっちかといったら強いんじゃないかなっていう部類に入るんですけど、そう、でもそれでもひかのお兄ちゃん、あの全然あの缶一本もあのお酒飲めないですし、そうだから分かんないんです。逆にっていうタイプもありますよ。ひかももしかしたらお兄ちゃんみたいにあの一本すら飲めないかもしれないじゃん。そう、それはそれで面白いけどね。なんかひかるん18なんです、一応社会人になっちゃってさ、ねえ、社会人だよ社会人。超喜んでんじゃん。いや別に社会人だからなんか何かが変わったわけでもないので、別に普通なんですけど、まあ、早いなとは思ってますね。大学生、うん、大学生ではないです、大学行ってないです。うん、だからまあ普通の社会人ね、普通にアイドルをやっている。まあなんかね、大学生とかを私がねこの目で見るとなんか同じ年齢には見えないんですけどね。本当になんかみんなさ、みんなが大人びすぎてってさ、あれ私は本当に大学社会人になったのだろうかっていうね、思う。みんな大人だな、あれ私は。あれってなります。アイドルしてなかったら大学行ってた？いや、大学は行ってなかったと思います、アイドルしてなくても。まあ行ってて専門学校かな。しかもともと学校はそんな好きじゃないので、むしろ嫌いなので、勉強があんまり得意じゃなかったのね。勉強することが嫌いで、まあ体を動かすのだけは好きでした。でも本当に勉強は嫌いだったので、多分大学行って勉強したい、大学行ってまで勉強したいとはならなかったかなと思います。
まあ分かんないですよ、ヒカの場合そうなんじゃないかなって勝手に想像してるだけで。そう、でもやっぱり専門的な知識は欲しいじゃないですか。なんかやっぱりやりたいことによもありますから。そう、今でもなんかあこういうお仕事やってみたいなとかもちろんありますし、そうだからそういう方向で専門学校に行ってたんじゃないかなと。まあ、そういうなんかね、自分のやりたいことなら学べる気がするから。そうだからすごい大学校 大学校だっていうのは大学生してる方はねすごいなと思います。かっこいいなって。うん、私もそうなりたかったなって勉強できる人間でありたかったなって思います。悲しい。なんかもう学校があんまり好きじゃないってのがもう致命的すぎるよね。学校があんまり好きじゃない、勉強が好きじゃない、致命的すぎてさ。美容師とか、ううん、美容師さんではない。まあこれはね言わないです。そう、まあ なんか結構いっぱいあるんですけど、そう言ってないやつもあります。まだ今というか、まあ、やりたい職業として。学校が好きな人いるのかな。いるでしょう。やっぱりなんか学校好きっていうのはさ、勉強しに行くためじゃないっていう人もいるじゃん。やっぱり友達に会うためとか、部活がやりたいとか、そう行事が楽しいとか、やっぱり人それぞれだと思うので、好きな人はいると思いますよ。そう、ヒカの友達とかね、結構ね、あの友達に会えるから楽しいよって言ってたもん。そう、好きって。俺も嫌いだったけど夢のために大学行って。あ、それは偉い、本当に偉い。そう、ヒカはねもうやりたくないからっていう理由で行きたくないっていう人なので、それは嫌いだけど、でも行くんだ、そう夢のために行くんだっていうのはすごいかっこいいと思う。保育士さんとか似合いそう。いやー、でもね、子供なんかちゃんとお世話できる自信はないですそう、お世話できる自信はないですね。おはよう。なんかヒカの周りでもね、結構短大に行くよとか、まあ、ヒカはもうねなんかそのまあ友達多くはないけど、まあ、一社会人で高校3年の時になんか話聞いたら短大に行くよとか、そう上京して短大に行くよとか、そう言ってる子とか結構いて、うん、なんかやっぱりみんなちゃんと考えてるんやなと思ってね。カルン、子供に遊ばれそうなイメージ。そうね、うん、はい遊びましょうっていうより、うん、なんかめっちゃそう、なんかなんだろう、本当にも遊ばれてそうだよね、本当に。なんかなんなら子供たちがお前と一緒に遊んでやるよくらいの人になりそう。しゃあねえなくらいの、そう保育園の子たちがそういう風にそう思うような先生になっちゃいそうだから、多分向いてはないと思う本当に子供は好きですよ、ヒカ。ちっちゃい子は好きです。うん、好きだけど、なんか向いてるかって言ったら向いてなさそうだなって思ってる。うん、お仕事行ってらっしゃい。うん、でもヒカね、実際本当になんかアイドルやりたいとかモデルやりたいとか、その芸能界に入りたいって思わなかったら、予想でしかないけど動物関係の仕事に絶対ついてたんじゃないかなって。そう、ついてたと思う。うん、なんかもう小学校の時がそうだったんですね。小学校の時、まあ、ちょっとねモデルさんとかもやりたいなと思い始めて、芸能界、もともと入りたかった芸能界、こうやってアイドルとかしてますけど、もともとヒカあのその1年の時に、小学校1年の時はアイドルになりたいとか安室奈美恵さんみたいな歌手になりたいっていう風に言ってたのね。言ってたんだけど、
それからなんか3年の時にね、ちょっと動物のお世話をしてから獣医さんになりたいって。そう、獣医さんになれなくてもその、まあ、例えば動物看護だとか、まあ、動物に関わるお仕事がしたいなっていうのをね思ってたから、今でもずっとそれはやりたいなって思ってることではありますし、本当はまあ多分今はねもう大学獣医はね国家資格なので、獣医さんとかになることは無理だけど、今でもねなんかちょっと動物に関われたらいいなとは思ってるので、ギフトありがとうございます。そうだから、なんかもし AKB 入ってなかったら、あの時点でなんか落ちてたならば、もしかしたらそっちの方向に進んでたのかもしれないなって。警察犬とか育てて、そう、あ、そうなんです。一回ねひか、あの警察犬のなんかそのトレーナーさんっているじゃないですか、そういうのになりたいなとも思ったことあります。でもあれ結構難しいんですよね。そう、一回警察官にならなきゃいけないのか、それともあのそう警察官になって、そういう警察犬をなんかそのなんていうの、一緒にちょっとトレーニングというかしつけをするなのか、なんかはたまたちょっと違うところでなんかそのやるのか、ちょっとなんか2種類あったのかな。そう、なんかそれで、あ、難しいなと思って見てた。そう、でもね、なんか今は本当にこの活動できてよかったと思ってます。うん、まあ本当にね、あんだけなんか結構たくさんいたんですけど、オーディションその中から選んでいただいて、でこうやってね、まあ、もちろん本当にね、あ、もうやだやだと思ったこともありますそう、あの、もうしんどいよ、もうやだよって思ったことはもちろんありますはい、ありますけど、やっぱり結果的にやったらすごい楽しかったし、達成感もあって、そうね、よかったなって。そう、他の子がね普通だったらできないことをやってるわけなので、私はそう、何よりも本当にあのいい経験をさせてもらってるんじゃないかなと思ってます、私は。動物関連の番組で、そう、出たいんです。なんか動物関連の番組じゃなくても、例えばそのなんていうの、あのそのあるじゃないですか、その里親を募集してるお家とかあるじゃないですか、その施設とか、そう、そういうののなんかちょっとお手伝いをするだとか、本当になんかもうボランティアでいいんです。なんかやりたいんですよね、ひかは。正直なんか自分でもやりたいとは言ってるものの、どうしたらいいか分かんなくて、そうなんかうんって感じなんだけど、そう、しかもボランティアでやるっていうのもやっぱりなんか簡単に、口では簡単にね言えるけど、なんかやっぱり想像以上にやっぱりお金がかかっちゃうとか、うん、なんかやっぱりね、やったことある人しか分からないような辛さもあると思うし、そう、それでもなんか何かしらね、なんか関われたらいいなとは思うんですけど、今でもね本当にそれはずっと思ってますそう、でもやっぱりなかなかなんかね動物関係の仕事ってなくって、そう、でもねなんか石川でね一回イベントをね、ハッツとピョンちゃんとかな、一緒にした時に、あの盲導犬をねの中あったんです。その盲導犬ってこういう感じなんですよ、こうなんですよっていうのがあって、それをあの裏からね見させていただいて、あ、すごいな、もうしかもワンちゃん可愛いなと思ってね、なんかそういう風にちょっとでもなんか変われたらいいなっていう、そう、そう、なんかやっぱりそういう動物関連のお仕事ってまあ AKB 全体でも多くはないじゃないですか。そう、多くないので、なんかもうちょっと増えたらいいなって、やりたいな私もって、そう、うん、
といってらっしゃい。今8時49分そうかも。今時計見たの。なんかね、難しい、いろいろ難しいですよね。動物に会いたい動物と遊びたい。いや本当に何だろうね、アニマルセラピーってすごいですよね本当に。本当にアニマルセラピーって素晴らしいよ本当に。動物になりたい。そう、動物愛護とかなんかやっぱり結構やってるじゃないですか、譲渡会とか。そうやってるところとかあるじゃないですか。そういうのにねちょっとお邪魔したい私は。うん、なんかそう、それでなんかやっぱりまあ私はまだまだですけど、まあでもファンの方がねこうやってたくさん応援してくださって、そうでファンの方もなんか他の方とねたくさんつながりがあると思うんです。でそうやってなんか私がそうやってお仕事することによって、もうお仕事じゃなくてもボランティアでもいいしすることによって、なんかああじゃあ私引き取りたいなとか、そうこの子引き取りたいって思っ、そう一人でもなんか思ってくれたらもうその子はね、そうやっぱりハッピーじゃないですか。そうそう結構ね活動してる方多いですよねそれって。そうせっかくなんかまあ私は有名ってほど有名でもないですけど、こうやって応援してくださる方がいて、やっぱりまあ普通の人に比べて発信力はあるはずなので、まあうまくできてないですけど私はできてないけど発信力はあるはずなので、なんかそうやって少しでもねなんかできたらいいなって思うよね。そう力になれたらなとは常日頃思っております。そうでもなんかそれも簡単じゃないし、やっぱりなんか勝手にやっていいことでもないので、そうやっぱりそういうことはねきっとそのやっぱ事務所との方と、そうマネージャーさんとかとも相談しなきゃいけないし、勝手にやっていいことでもないので、そう、なんか難しいよなっていうそこがそうね、というね私の夢でしたそうこういうことができたらいいなみたいな夢ですね。うん、どうしようかな、1時間くらい経ったよね
なんか10時半くらいまでやろうかなって思ってるんだけど、あと1時間半くらい、おはよう。どうしようかな。荒野していい荒野行動。しない？荒野行動。そう、あと1時間半くらいなんかずっと話してるのもあれだし、私のワーキャーをワーキャーを見てそう、なんかずっと話してるのもあれだなと思って、最近ずっと話してばっかりだったんで、そうちょっとじゃあ荒野行動しますね。私音が漏れないようにワイヤレスつけます。携帯の線がね、ここまでしか行かないんですよ。いろいろ片付けるわ。アイロンの線がね。ねえ、なんか荒野行動も一緒に繋がれたらいいのにね。一緒になんか皆さんでやりませんかみたいな、こっち来たらいいのに。そう、それだったらさ、なんかやっぱり配信でやっても楽しいじゃん。待って、なんでこれこんなくっつかないんだろう。マジックテープがもうバカになってきたっぽい。ガチャを引きます。あ、ダイヤでしたね。ダイヤってさ、どこに使い道があるの？未だに分かんないんだけど。それが服はさ、ちょっと買ったんだけどさ、ダイヤで買えるやつ。基本的にさ、これ課金しないとダメタイプじゃない？そう、まあとりあえず行きます。ヒカルンすぐに狙撃されそう。やだやだやだやまん。いやでも結構あるよ。あれ、降りた瞬間撃たれて、あれ私消えたみたいなね、あるからね。よし、ここにしよう。おはよう。なんかもしかしたら、なんか一緒にやればもしかしたら当たってるかもしれないっていうね。かもね。ヒカが誰とやってるかとか、誰打ったかとか、ちょっといまいちわかんないんで、もしかしたら当たってるかもしれない。100人だけだけど。そう、あ、この中にヒカルンがいるかもしれないとかね、ぜひ一緒にやる方は、あ、この中にもしかしたらヒカルンがいるかもしれない、そう、名前とかはねちょっと明かせないので、そうと思いながらねやってください。たまにやってるんで、お風呂の中でとかやってるんで、こうや。てか主にお風呂の中でやってる最近。時間つぶしにいいんですよ、半身浴しながら。今ね、荒野行動中。ちょっと荒野行動って書くか。まあなんか2回くらいできたらいいな。 2,3 回やる予定ではいます。1回に30分って考えて。
ーコードを公演でやったらリアル感です。やば。でもさ、サバゲーやりたいんだよね。サバゲーめっちゃサバゲーやりたくて、絶対楽しいと思わない？なんかサバゲーみたいなモチーフにしたモチーフというか、なんかそうをテーマにした漫画とかがあって、そう家にあって、それが面白いんですよ。そうだから平野行きます。 GO 行くぜ、行け、どこまでも飛んでいけ。サバゲーやりたいんです。なんか自分でねカスタマイズしてとか。そうでもなんかどこでやるのっていう。それはどこでやるの、おはようっていうことがあるからわかんないんです。落ちちゃう、もうちょっと飛んで、もうちょっとだけでいいから飛んで、お願い飛んで。よしよしよし、まあここまで行けばいいだろう。待って、引かれる予感、ものすっごい引かれる予感。ねえ、だからねえ、しょっぱなにやられたんだけど、引かれたし、やめて。ちょっともう一回行くわ。早すぎて、もう激おこぷんぷん丸だぞ。光るのは激おこぷんぷん丸だからな。引いたやつ誰だよ。ヒカのこと引いてたやつ誰だよ。もうヒカネンは激おこぷんぷん丸だ。いや本当にどこにおるよ。じゃあこの辺りでいいかな。ここにしとこう。ね、秒で終わったよね。本当にもうやめなさいよ。交通マナー守って。一番最後に降りたら、だって全然知らない場所に落ちちゃうんだもん。しかもこれ降りるの自由だから、一番最後まで残ってる人もいるんで結局変わらないんです。そう、しかも建物ないところに降りちゃうとね、武器がなくてね、困りもんなので。そこは次こそ行くぞ。今日何曜日？木曜日？じゃあ水曜日だよね。水曜日ならさ、水曜日の平日でしょ。平日この時間帯ならまだね、そんななんか激強の人とかやってないはずなんだよな。もう時間帯によってね、本当に強い人いるんですよ。え？みたいな、一瞬でめちゃめちゃ近づいてきて一瞬で終わらせてどっか行く人とかいるから、物資奪って。そういう人にはね、もう私は何をやっても勝てないので、こういう時間帯にやってね、1位を取っちゃう、頑張って取っちゃう。1回1位取ったんだよ、だから配信で。私はそう、ヒーナ的な、え、本当にめっちゃいますよ。めっちゃいる。はいみたいな人いるから。なんかどうやったらそんな手の動きしてんのっていう。めちゃめちゃ3本とか4本とか指使うんでしょ。無理だよ、ヒカ。そんなね、器用に指動かないんで私。瞬殺されませんように。瞬殺されませんように。とりあえず願いはそこだ。
回は惹かれることはなさそうです。あとはもういい物資が集まれば、いいんですけど、ちょっとごめんね、ちょっと邪魔だわ君ちょっと今邪魔だった。ちょっとヌーは荒野には向いてない。あ、シャベルいらないって。シャベルとかいらないから、シャベルとか持たないでなんか武器持ってない時ってなんか勝手に何でも持っちゃうんですよ。なんかそういう時シャベルとか持たれるとさ、すっごい困るんだよね。シャベルって何に使うねん。みんな遠くから狙撃してくんのにさ、シャベルって何すっごい近距離じゃんっていつも思う。よしよしよし、よしよし、とりあえず武器は手に入れましたので、ちょっとあっち側に行くんですけど、なんか思った以上に860とか離れてるんで、目的の場所がちょっとやばいなとか思ってます。ステージランダムでやってるの？そう、ランダム、ランダム、いやランダムじゃないな、1個選んでるの。なんだっけなあれ、普通にランダム、ランダムとか言っちゃったけど、ランダムじゃない気がする。でもなんか何か覚えてない。なんか日本語表記で出してくれるステージ、なんか英語のやつさ、日本語表記のやつあるじゃん。そうか、日本語のやつの方が好きなんで日本語のやつやってます。いや、まだ誰とも会わない。いやいやいや、まだまだいい、まだまだね、勝手に撃つでない。おはよう。穴掘って隠れるとかできないんですよ。なんかもうただひたすら撃つみたいな、撃って倒すみたいなね感じのゲームなので。あったあったあった、ヒカの好きなの発見、発見、いいね。好きなやつが来ると嬉しいよ私は好きなやつが来るとものすごく嬉しいです。私はやっぱり使いやすい武器とかね結構違うので、そう、人によってなんか違いますので、私はね、なんかね95式か、なんだっけこれM4A1 みたいなやつ、もうなんて読むのかは全く分かりませんが、そうが好きですね。この2つ大体どっちかかな使うの。ちょっとね今からね車をね確保しなきゃいけないんですよ。エリア、今エリア外にいるので、エリア内に行くためにはこれはもう走るんじゃ追いつかないので、とりあえず車をどっかで確保します。あ、いるわ、あれ使える車じゃない。あ、ギフトありがとうございます。走るのは無理です。あ、これ乗れるやつ、オッケーオッケー。じゃあもうちょっとここら辺ブラブラしてよ。武器によっては強さは変わる？多分変わると思う。なんか
まあなんか上手い人は何使っても上手いんだろうけど、なんか狙撃銃とかその連射ができないやつとかもあるんです。そういうのはね結構不利ですね。なんか遠くから狙撃、一発で狙撃する分にはすごいいいんですけど、まあ、基本的に初めての人とかは特に一発でなんか狙撃して倒すっていうのは結構不可能に近いので。待って、どこ出口だった。やばい、結構エリアが近づいてきている。もうちょっと待って。よしよし、あったあったあった、スコープスコープ、あいったーな。待ってね、今ねピンチなの、ちょっとピンチなの。エリア外にいる私はちょっとピンチなんです。ちょっとお待ちくださいおはよう。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、行くで、走り出せ、走り出すよ私は。ここに行こうかな、運転行くぜー、ふぅー、はい、ここではね運転できるっていう私が車を飛ばすでと思ったら、この車結構スピード遅い、大きいからだな、まあいいけど。今からねエリア内にね向かっていくんですよ。ここでいいだろう。なんか誰かに撃たれてる。やばい、待って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 、どこどこどこ、どっから撃ってんの。なんかすっごい撃たれてんだけどさ、撃たれてんの、撃たれてるのは分かるの、撃たれてるのは分かってるのね。撃たれてるのは分かるのに、どこから撃っているかが全く分からなかった。ねえ、爆発された、最悪。ねえ、なんでなんで爆発起きたんだけど、どういうこと。今日ダメだ、ちょっと調子悪いね、今日調子悪いな、今日ちょっともう一回行くわ。そう、なんか地雷みたいな感じの、地雷というかまあ爆発、爆弾が置いてあった。初めてなんだけど、あんなに爆弾で死んだの。ギフトありがとうございます。爆弾で死ぬことないからさ、めったに。え、何今日のこの調子の悪さ、嫌なんだけど、怖いんですけど、やだ、もうやだちょっと自分の弱さが面白すぎるわ、本当にやめて。後でメイクする。そう、配信の30分前くらいになったら、うん、
ギフトありがとうございます。いやもう本当にやだ、困っちゃうわ。可愛くない？ほら、ヒカの手に捕まってるヌーが。可愛い。ヌーってなんでこんなに可愛いの？おはよう。ちょっと今公約行動しております。よし、行くぜ。ヌーだから可愛いんだよ。そっか、ヌーだから可愛いのか。よし、平野、行きます。ゴー。おはよう。全然届かん、全然届かん、全然届いてないよ。待って、びっくりするぐらい届いてないんですけど、どうして？あ、でもここにも家がある。いいや。手榴弾とかありますよ。逆方向。そう、普通にあります。手榴弾とか、なんか使ったことないけどね。使い方がようわからん。なんかさ、本当にさ、なんか始めたいと思って始めた人 ではないので。そう、なんか e スポーツのあったじゃないですか、あれのために。いや、ちょっとさすがに使い方やらないと まずいなと思って、そうやり始めたので、なんかそんな詳しくはないんですよ。だからそう、その時はもう何の説明もなしに、はい、一回やってみましょうとか言われたんで、リハでね。ん？いや、やり方わかんないよとか思いながらね、やってみたら思った以上に本当にやばくて。選んで投げるだけなの？どうやって？あ、バグってる、バグってる。いや、間違えた、間違えた。あ、間違えた、どうしよう。オフ。ここってさ、車ないのかな。おはよう。狙撃銃はいらぬ。
はよう。多分今回はね誰にも会わないと思うそう誰にも会わない、なんか雪のところに降り立ったから。綺麗ですね。なんかすごいコメントがすごく静かになった。みんな声やってるの声やってるの、それともひくが始めたから静かになっちゃった。よしよしよしとか言ってると足音しないもん多分。星集めしてんのか、なるほどね、理解。歌いたい、すごい走ってる時に歌いたい。なんかさ、こういうのもさ、画面共有したりさ、なんか音出したらいいのにな。バンされちゃったからな一回バンされちゃったからな。これで音声がダメでしたみたいな感じのね連絡が来まして、ごめんなさい。あ、そば入れてんの、いいね。おそば、あったかいおそばが最近好きだ。なんかすごい無駄打ちしちゃうんだけど、なんで？いや、なんでっていうか手が当たってるからなんだけど。いやー待って、いらないもの拾わないでいや本当に無駄打ちといらないもの拾うのやめて。なんかすっごい今日謎に手が当たるんですけど、やだ。でしょ。なんか思った以上に玉が集まらない。誰か来ないかな。これやっつけなきゃ。玉集まらなそう。このね、玉持ってる人いっぱいおるんで。設定でね、なんか当たらないようにとかできるんですけど、なんか変えちゃうとそれはそれでなんかまた分かんなくなるかなと思ってずっと変えてない。ジャイアニズムだから人から奪うスタイル。いや別にそんなジャイアニズムとかではないけど、だって奪わないとこれはもう戦っていけないから、時には奪うことも大切なんだよ。
もね、もうね、残り51人なんです。しか誰も倒してないし、誰一人として会ってないけどね、残り51人なんです。じゃん、次はどこだ。あー、待って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 、あぶない、びっくりした、なんか潜んでる人いたんだけど、怖っ、恐怖。いやもう重傷よ、平野重傷よ、怖っ。おはよう。すっごい潜んでたし、超撃ってくるしさ、怖っ。あと銃ね、ここ変えとこう。いやー怖かった。いやー怖かった。全然怖いと思ってる人の感想じゃないけどね。あ、やばいやばいやばい、なんか迫ってきてる、なんか迫ってきてるよ。え、やばい、え、やばい、え、普通にやばくない？ちょっと待って、今ピンチ大ピンチ。え、何それ、湖取っていかないと通れないよ的な。いや、え、嘘でしょ。ちょっと待って、今超ピンチだから、ちょっと待ってものすっごいピンチだから、おはよう。ちょっと両村に行かないと、やばいやばいやばい。車車、寒い地域ってそんな車ってないもんだっけ。壊れてる車しかないんだけど、すいませんすいませんすいません、ちょっとこちらに夢中で気づきませんでした。えいえい、降りるん。すいません、本当にすいません。もうね、つい水上バイクの運転が下手くそすぎてさ、自分がびっくりしちゃった。すごい、めっちゃ怪我しちゃったもん。ね、コナン君上手だったのね、水上バイクというか、なんかああいう系の運転ね。とりあえず車探さなきゃ。いや、これなら走っていけるかも。そう、湖をね、横断しました。おはよう。泳げばいいのに。うん、もうね、すぐそこまでね、迫ってきたんだ、赤が赤い線がね、赤エリア外のね、赤い線がね、迫ってきたんだ。ピンチだったんだよ。あとね、27人しかでもね、まだね、一人しか会ってないし、一人しか撃破してない。いや、本当にみんなどこにいるの。静かだと思って止まってた。そう、しかもね、
あれってパッて見てみたらね、コメント来てるかな、パッて見てみたらね、すごい普通に止まってた。みんなどこにいるんだろう、本当に合わないんだけど。だって残り18人だよ、ヒカだってもう最悪18位ってことだよ、もうちょうど17位でしょ。とか言ってるとね、一発でバーンってやられるんですよね、怖い。それが一番怖い、そして悲しい。どっかで売ってる音するわ。ちょっと今日はね、物資集めに。誰かが入った形跡があるんですよ。なんでここ中心に円作ったの？みんな来ちゃうじゃん、撃たれちゃうじゃん、私が。いるいるいるけどさ、死にそう、やられそう、あーやられたー。あーもうダメ、今日はダメ、今日はもう終わりだ。今日はもう終わりだ、ダメだ、今日は調子悪い。10位だったけど。今日はもうね、やられる運命なんだと思う。私は何しても負けるんだよ今日は。間違えた間違えた、またなんか通ってちゃった。そういう日もあるんだよ。ね、本当にしよう。ダメだ。今日はね、もうね。今日はね、もうね。ダメだ。あれ待って、あった、愛しのヌー、戻さなければいけない、愛しのヌー。はい、お疲れ様でした。
なくしたら光るのへこむね、へこむ。まあ言うてこれガチャガチャなんですけど、かわいいんでなくなったら本当に涙が出ると思う。だからもうなんならね、ボンドでくっつけとこうかと思って。いやダメや、そしたらまた外せなくなる。公演の時にちょっと邪魔になる。公演の時ね、なんかこの子は手に当たってね、結構本当にやりづらかった。お疲れ様です。さて何をしましょう。お話しする？なんか10時になったらメイクしようかなと思うし、ドボンはね本当回数できないんで、また今度にしようかなと思って。カルンとヒナコが対戦してるのを画面で見たい。あ、もう収束されます。一瞬で終わる。悲しいじゃん、ね、私がいや、で終わるよ。終わったね。で終わっちゃう。本当にそう、ヒーナが仲間だったら心強いね。そう、負ける気がしない。絶対負けない、無敵だよ。e スポーツ楽しかった。まあなんか言うほど日かたくさんやったとか、なんかすごいたくさん喋ったとかではないんですけど、むしろなんか一言も喋ってない気がする。そう、なんかあの日かね、その当日にね、あの福井でイベントがありまして、それ終わってから急いでお家に帰って、途中からね参加したので、そう、でもね本当に荒野はちょっと本当にめちゃめちゃ必死にやった。すぐやられたけど、確かね雪丸にやられたんだよ私。みんなもね、長いこと配信見てて疲れたら体伸ばしてね。なんかつむじしか見えてなかった。それくらい本気なんだよ。ストレッチして、ひ
か本当にね、ずっと同じ体勢でいると本当に体バキバキになるんで、そう定期的に動かさないとね、立った時にね体が、そうしかもね、なんかね、ずっと座ってるとね健康に良くないんだって。なんかね死亡率が上がるらしい。すごい怖いこと言ってるけど、1時間ずっと座ってると、ほんと座りっぱなしのとかだと本当になんかちょっとずつ死亡率が上がるというか、そうなんからしいよ、どっかで聞いた。ギフトありがとうございます。そうだから多分1時間に1回はちょっと、まあ5分くらい経って体ちょっとガーッと動かして、そうガーッとっていうか、まあ伸びたりちょっとパタ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 ってやってみて、やった方がいいらしい。そうしかもね、それをね1回見てびっくりしました。座ってばっかりだから。そう、ご飯食べたら基本的に横にならないっていうのを話をしたじゃないですか。寝っ転がらない、ご飯食べてから3時間は絶対に寝っ転がらない。そうでしょ。だからさ、基本的に座ってるしかないわけ。座る形じゃん。ごめん。そうでもさ、ずっとさ立って携帯触るのって変じゃん。だからずっと座ってやるのね。そう、そしてだから結構 2,3 時間座りっぱなしとかあるんだよね。よろしくない、よろしくない。多分ね、ご飯食べたら寝っ転がりたいんですけどね、ちょっと脂肪になっちゃうので。そう、血流の流れが悪くなるんです。だから立ちくらみとかもそうなんだって。やっぱずっと座っててさ、立つとくらってくる人いるでしょ。それは太ももとかに血が溜まって、頭に血が回ってないから、なんかちょっと貧血というか、なんかそんな感じで立ちくらみがするんだって。そう、頭にまだ血が回ってないからなんだって。そうしかもね、結構立ちくらみする人だったんで、そういうことだったんだと思って納得しました。おはよう。ごめんね、めっちゃ悪夢出ちゃった。だから結構白色よね。うん、なんか自分のためになるって思うことは覚えてる結構。うん。そう。しかもね、なんせバカなので、おバカさんなので、そう。こういうことだけは覚えときたい。今週さん、おはよう。よりさん、おはようございます。そう、私はおバカさんなので、ちょっと布団をね、きれいにします。布団はね、てかさ、まだ毛布なんだけど。そう、もうおバカさんなのは本当に自分が一番理解してるから。逆にね、ヒカの頭でね、私はおバカさんじゃありませんとか結構無理あるんだ。
15時から初配信なんです。初配信のアドバイスありますか？いやでもね、初めは慣れないもんなので、そう、質問来たら答えて、でそこからなんかお話広げられたらいいんじゃないかな。でもね、ひかもね、初めての配信ね、一問一答でした。何々なの？そうです、シーン。そう、こんなにねちゃんとお話できるようになったのはね、本当にた、配信始めてしばらくしてからだったから、全然大丈夫だよ。そう、あとはね、もうなんか企画を考えるとかするといいかもね。うん、暑くない？扇風機回して寝てる。そう、最初はね本当に話広がらないから、そう、全然ね大丈夫だよ、いずれ慣れる。頑張ってねそう、そこからひかいろんなことしたもんね。ロシアンたこ焼きしたり、まあたい焼きも作ったし、何したっけ、これお鍋食べたり。たい焼きはね、またね、あ、そっか、7月頭にしますね。そうね、ギャルメイクもした。7月頭っていうとどこにしよう。ね、なんか日付をちゃんと決めてないや。木曜、違う、明日が木曜日だもんね。でも絶対土日とかの方がいいんだよね。日曜日って何曜日？違う、日曜日って何曜日じゃないじゃない日曜日って何曜日は、おかしいおかしい。日曜日って何日？4日か。他にできるかな日本語は大丈夫じゃないです。もともとなんか日本語できない質問で気にしないでください4日だね。なんかでも絶対日曜日にやった方が見れるんだよね。そう、でもちょっとね、どうしよう、迷っちゃうな。やば。間違えちゃった。そう、なんかでも本当ね、ひかもね、夜がいいんだろうなと思ってるんだけど、ひか的に夜になんかあんまりそのたい焼きを食べるっていうのがあんまりなっていうちょっと気持ちがあって。お昼がいいなって。そう、でもなんか平日のお昼にやるとね、なんかだからどうしようって、なんかどこだったら、なんか日課がねあれなんですよ、ちょっとねお仕事があるので、そう、頭って言ってたのをずらしても大丈夫なら、あの10とか11どうかなって思うんですけど、そう、だからちょっと迷ってます。そう、お仕事が近いのでちょっとどうしようかなって、まあそれはみんなと相談かな。
渋さん、おはよう。マスさんもおはようございます。はじめまして。そっか、まだおはようございますの時間だ。8時からしか配信始めてるんだ。すごい、もうね、あーもうお昼だみたいな感覚でいたよあーもうお昼ご飯の時間だくらいの感覚でいたんだけどな。あれ、そう、どうしよう。鼻がかゆいんだけど、すっごい鼻かゆいんだけど今ね。まだまだだよね、お昼。なんでこんなにお昼感満載なの、私の体。どうしてどうして、ちょっと腹話術やってみようかなと思ったんだけどさ、朝食べて結構経ってるから、いやそんな経ってない、お腹も別にね、空いてないんだよね。どうしてだろう。起きてから時間経ってるから、あーそれはあるね。起きてからもうちょっとで4時間でしょ。それはそうかもしれない。脳がとんかつモード、それは本当に脳がとんかつです脳がとんかつですって嫌だなそう、とんかつモードです。脳がとんかつはちょっとね、私の脳みそとんかつみたいで嫌だわそう、脳がちょっととんかつモード。そうね、お昼ご脳がとんかつモードだから、なんかお昼ご飯な気分なのかな、もしかしたら。ね、いやでも分かんない、もしかしたら私は脳がとんかつだから頭悪いのかもしれないじゃん、おバカさんかだからなのかもしれないじゃんそう、脳みそがとんかつだったら絶対頭悪いと思わないすごい頑張って脳がとんかつをごまかそうとしてるかもしれないじゃん。そうね、サクサクだね。ちょっと、トークもサクサク、テンションも上げ上げでございます。あ、うまい、上手、すごい上手だねそういや感心しちゃった、本当にすごいなと思っちゃった。いや本当にごめん、本当に無駄な動き多くてごめんもうなんか動いてないと落ち着かないんだって、じっと座ってるの苦手なんだ私は。
とストレッチしようじゃあ。そういう時ね、そうストレッチしよう。はい、伸びましょう。はい、ぐーっと脇腹伸ばしてください。はい、反対急に始まるストレッチ講座。はい、じゃあ肩を回します。よし、よし、メイクを始めよう10時からとか言ってたけど、もう10時になるし、メイク始めよう。最近鎖骨が綺麗、これね、なくなったり突然現れたりするんですよ。そうだからね、もしかしたら急にいなくなるかもしれない。 そういうこともね、ございます。私の鎖骨はちょっと不思議ちゃんなんで、鎖骨も。おはよう。たまにいなくなるんです、本当に。謎すぎて。ファンデーションを塗ります。の前にの前に昨日を忘れたコンシーラーを先に塗ります。こうやって笑って。すごい、今すっごい顔気持ち悪かった自分の。本当にね、コンシーラー全部に塗っちゃうと、なんか涙袋まで塗っちゃうと本当に涙袋が一気になくなるので、なるべく涙袋には塗らないようにしてます。そこからね、ちょっと広げて涙袋に塗るっていうのは全然 OK なんですけど、もうなんかもう直塗りしちゃうと本当にマジで涙袋がなくなるという事態が起きるので、ギフトありがとうございます。 OK、 そしたらもうファンデを、ファンデでもないんですけどね、私のメイクって本当に雑なんですよ。普通ね、なんかメイクの下地を塗ってとか、パックしてとか、化粧水と乳液塗ってとかしてメイク始めるんですけどね、私乳液しか塗らないし、下地も塗らないし、なんならファンデじゃないっていうね、これ。そう。ファンデじゃなくて、これなんだっけな、なんかファンデの上に塗る白い粉みたいな、ちょっと肌のトーンが明るくなるよみたいな、あ、粉だけなんです、本当に。で、なんちゅう大雑把な女じゃな。
おう。よし、眉毛いきます。こんにちは。ね、眉毛茶色と黒じゃ全然違くない？やっぱりね、茶色の髪には茶色の眉毛。っていうかなんか黒髪でもね、少し茶色にすると垢抜けるらしい。あ、なるほどね。公約行動ってなんだろうと思ったらごめんなさい、メイクです。はい、消します。はい、公約行動というのはそう、メイク配信でした。今からは通常のメイク配信です。なんか普通にはみ出ましたので、そういう時はお手手で消すか、そうお手手で消すか、消せなければメイク落としで眉毛をちょっと整えます。お、今日はいい、でもいいな。 OK、 なんだろうねこの凛々しい眉毛。何なんだろうねこの凛々しい眉毛は。はい、ということで、そしたら、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、内側のね、眉毛を、ね、の内側をね、描かなきゃいけないんです。これね、お母ちゃんにもね、眉毛の内側は描きなさいって言われたんで、ね、そう、右眉の内側がね、私、薄いんです。そう、左右でね、生え方が違うので、これ OK なのかな、今度。ほんでいいっしょ。お母ちゃん見てても何も言わないで。何も言わないでね。なんか、あ、薄いなとかちょっと変だなと思っても帽子かぶるので何も言わないでね。あ、帽子かぶるんだっけ、わかんないや。はい、ということでアイシャドウいきます。なんかこの前新しくもらっていただいたさ、これも使ってみたいんだよね。ほら可愛くない？なんかこっちと、ピカがいつも使ってるのはこっちなんです。ちょっとオレンジがかってるというか、こっちはねピンク目強みなんです。強み？違う、ピンク目強み。やばいピンク目強め、違う、ピンク目強め。ピンク目強みって何じゃねん。やばい、いろいろごっちゃになってる、ね、ほらちょっと色違うでしょ。やば、本当に自分が怖い。ピンク目強め、うん合ってる。ピンク目強みは怖いわ本当に。こんにちは。そう、暑が夏い的な、そうことを言ったよね。ごめん、まあこういう人なんです、気にしないでください。まあね、メイクの仕方はね、昨日ねちょっとね言ったので、まあ普通に何も言わずにパパパーってやります。そう、昨日もねちょっと朝忙しかった、昨日はねちょっと忙しかったのでね、朝の配信でメイクしながら配信してたので、
皮下のねメイクは主にちょっとコーラルピンクとかちょっとオレンジ系、オレンジ味が強いです。どっちかというと口紅もねオレンジなんでね。そう、なんかピンク、なんか昔ね結構ピンクやってたんですけど、小学校の頃とかメイクするときはもうがっつりピンクだったんですけど、目がねすっごい腹ぼったくなっちゃうんですよね私。そう、まあ今のメイクの、今みたいなメイクの仕方じゃないから今実際やってみたらどうなのかわかんないんですけど、そう、すごい濃すぎる、明るすぎるピンクだと、あれ、なんかラインがなんだろうな、ちょっと待ってね。そう、オレンジ、なんかヒカの顔に合うのはオレンジかなみたいな感じでずっとオレンジ使ってますね。うん、ハツにもねオレンジ合うと思うって言ってくれたし。そう、でも一回ね、なんかカラーのね特定をしてもらいたいんです。なんかこの世界にはブルーベースの人とイエローベースの人がいるんです。そうの人がいるんですけど、私ねなんか自分が未だにちょっとどっちなのか分かんなくて、でもハッツがオレンジって言うならきっとイエローベースなんですけど、でもなんか実際なんかどっちですよって言われたことがないから、なんかどうなんだろうなと思ってて、そう、なんか服の色とかもねそれで似合う色が結構変わったりするんですよ。ブルーベース、イエローベースでね結構違うみたいなので、やっぱりなんかイエローベースはなんかまあピンクじゃ黄色とかが似合うんです、黄色とか似合うんですけど、やっぱりブルーベースはその青系が似合うよとかがあるんですよ。しかもね全然知らなかったんですけど、結構インスタでは結構書いてあって、そういうの、風水的な話、うん、風水っていうより、うん、なんか自分の合うお洋服のお話というか、合う色、自分に合う色のお話ですね。暖色系、寒色系の話でしょ。まあまあまあ、そう、大雑把に言うとそんな感じかな、近いかな、それに。左目のラメが綺麗にできなかった。まあいっか。うん。まあ同じくらいっしょ。ちょっと待ってね。すご
すごいミニストップのものが食べたい。ミニストップのハッシュポテト好きなんだよね、ひか。なんかミニストップってなんかこれお願いしますって言うと裏でさやってあげてくれるじゃん、そのと言った時に。それがさいいなって。サクサクであったかいし。あれ配信動いてる？いやでも星動いてるってことは動いてるよね。よかった。コメントが止まってたから長い間不安になっちゃった。落ちそうだった。いやまあごめんな、早いから私ちょっといつもよりそれでも早めだったからね、ごめんね。あとあの30分になったら終わるので、肌寒くない？全然今日なんかむしろなんか暑いなとか思ってるんだけど、今気温的にはどうなんだろうね。最近気温見てないな。今14度、あら寒いね。北海道寒いね、やっぱり。ね、なんか今今日なんか雨降ってなくて安心。もうね、外出た時雨降ってて大変だったから。こんばんは。22、あ、22なんだ、意外と低いね今日。そうか、じゃあお洋服どうしようかな。お洋服ね、2つで迷ってるんです今。30度、あら暑いわね結構。雨降っても散歩行く、行かない。雨降ったらあんまり外出ない。
まあ、なんか用事あるよとかだったら、まあ、もう出なきゃ仕方ないので出ますけど、基本的に何も用事なくて雨降ってたらなんかそんな出ないね。うん、なんか買い物になんか車とかで行ける場所しか行かない。そう、歩いてとかは行かないね。傘さすの嫌いなんです。昔から中学校の時なんかほぼほぼ傘ささなかったからね。ひか、まあ、送り迎えだったのもありますけど、小学校の時とか最後の方とかももう濡れて帰ってました、嫌いすぎてこんにちは。すごい今考えると豪快すぎるけどね。なんか傘さすのがめんどくさいから濡れて帰るとかね、すごいけどね。ね、曇りとか雨の日が多いよね、梅雨はやっぱり。日本だけなんでしょ、こんな四季があるの。社会とかでやったけどさ、すごいな日本の天気。まあなんかそれのおかげですごいね、いい景色とかが見れてるんだろうけど、観光地とかね。今の時間書類見てるしの人カロンが一番。そうなの、やったー、一番ゲットだぜポケモンゲットだぜみたい。とりあえず本でいいや。少しだけ薬入れて、少しだけ。完成。ね、30分になったらランキング読んで終わりたいと思います。今日ねちょっとどっちが多かったからそっちを吐きますってなるそうわけではないんですけど、みんなどっち好き？スカートってミニじゃないです、ロング、ちょっとロングめのデニムの生地のズボンはデニムです。ループしてる？そう、なんで治った？よかった。
ょっと多分ね Wi-Fi の環境がよろしくないんです。許して。スカートかズボンどっち好きって聞こえてたかな、さっきの話。こんにちは。聞こえなかった？スカートとズボンどっちが好きですか？今日の着る服迷ってて、スカートかズボンか。うん、迷ってるんですけど、どっちが好き？なんかそのどっちだから、なんかじゃあそっちを履きますって、そうどっちが多いからそっちを履きますってなるわけではないけど、ちょっとそうみんなどっちが好きかなと思って。スカートはデニム生地のちょっとロング、ちょっとっていうかロング、そうか、まあ普通のデニムのズボン。スカート、あらスカートが多いんだね。多いんだねって2人しか着てないけど。全然反応が返ってこない。あスカート、あスカートが、あスカート、やっぱりスカートが多いのか。こんにちはそうスカートも好きだよ、でもズボンも好きだけどねっていう人がお二人いらっしゃいますね。でも多分スカートって出てきたことは、ことは出てきたってことはスカートの方がいいんじゃないかな。スカート、あスカート多いね。スカート多いな、思った以上にスカートが多かったズボンって人いるかなと思ったんだけど、ほぼ全員スカートじゃない。そっかスカートか、ちょっと考えますそうちょっとね、スカートが多いからじゃあスカート履きますなるわけではないんです、ごめんなさい。そう迷ってて本当に。2、3日くらい前にデニムに合ってた。ああ、本当？嬉しい。ミニスカはないです。ミニスカはちょっと今日はないですね。じゃあね。じゃあね。ミニスカは履きません。まあじゃあちょっとね考えつつ、お洋服をどっちも着てみてどっちがいいかなって考えようかなと思います。ミニスカはね、衣装でいっぱい履くのでね。カロン絶対ズボンにしそう。いやそんなことない、履いてみてどっちにしようかなってこと。迷ってるの、本当に昨日の夜から迷っててずっと。そう、あスカートかわいいんだけど、いやでもって感じずっとそれずっとループしてる。そこ無限ループ。スカートの下にジャージ履いたことある？ありますよ。ジャージっていうか体操服のズボンね、短いやつ。いやなんかもうっていうかなんか決まりでした、履いてるのが。中学の時は絶対履いてねって、そうそれが決まりだったので、
みんな履いてましたよ。まあ、スカートから見えないようになんか短いやつ、短いあの体育用のズボン、体育で使うズボンをだったけど、そう決まりでしたね。絶対履きなさいねっていう。インスタの黒のスカート可愛かった。インスタの黒のスカートどれだろう。どれだ、何日の。あ、ベンチのやつ、これねスカートじゃなくてワンピースなんです。残念、ワンピースそうワンピースだから今日は着ない。そうワンピースでもこれ好き。ヒカヒカもこれ好き。でもこれね体のラインがね結構あの出ちゃう服なのでめったに着ないんですよね。そうね、ちょっとね座ってるから分かりづらいけどね、ワンピースなのです。お、もう30分になるかな。もう29分、あと1分だ。いや長いこと本当に皆さんありがとうございます。ギフトありがとうございます。外の写真の、そう外のベンチに座ってるやつ、あそこすごい雰囲気いいんだよね。あそこの周りにねなんかお洋服屋さんとか飲食店があってめちゃめちゃ綺麗な場所なんです。30分おうちにいてくれてありがとう。はい、ということで本当にじゃあ皆さん長い間見てくださってありがとうございました。ランキングいきます。13位 N/A さん、12位フロウウンクモ読めないさんかな、間違ってたらごめんなさい。11位ルーカーさん、10位ドンベイさん、9位 CO さん、1位アイスカフェやっとりランチさん、7位韓国語の方です。すいません読みません、ありがとう。でもあ変わった、じゃあ読んでない方いきますね。ちょっと12位和さん、6位問題未だに口をつけないとおかないもなんださん、ランタンさん。5位 WY やっと影の守護神さん、4位 T8イルさん、はい、答えは味ですか。はい、確かにそうですね、それは本当にそうだ。3位かぼちゃ先生、2位無反応イズアットマユクファミリーアットリリベタイアット伊藤ウニ大輝さん、1位バターカエルアットまるまるまるアットなんとかなんとかダンさんです。ありがとうございます。そしてギフトいきます。バターカエルさん、無反応イズさん、トシニャンさん、なかなかさん、カッキーさん、シーさん、ゆうこさんです。ありがとうございます。2017年12月23のスカートの好き。あ、ちょっと呼ばれてない方いますか？呼ばれてない方。2017年、あれ結構前だね。
れ12月23のある？あ、クリスマスね。なるほど。はい、ということで皆さん見に来てくださってありがとうございました。それでは配信終わりたいと思います。ショールームインスタグラム755、ぜひいいねコメントフォローお願いします。それではまたね。ありがとう、長い時間見に来てくれてありがとうございました。ありがとう、本当に。またねー。